ティーテックのドライバーの高木真一さんです。よろしくお願いします。私の方が緊張しちゃってきた。本当に現役 GT ドライバーさんですからね。まあ GT ですけどね、すいません。いや、なんかちょっとオーラ消しちゃってるんですけど、走り出すと隠しきれてない。いや、もう普通に走ってるだけなんで。普通に走って何秒だ。今日はですね、このまあ GT3RS で56秒2さらっと走ってナンバー次でね、ここまで行くと僕も思わなかったんで、まあ結構コンディションも良くてすごい乗りやすい車でした。いや、もうなんかそのさらっと乗って56秒って異常なんですけど、やっぱり。やっぱりね、そのティーテックさんのこの足回り DG5 ね、素晴らしい、こううまくセッティングをしてあるんで、これね、誰が乗っても56秒は出ます。いや、そんなことは。もう少したら55秒いくんじゃないかっていう感じなんで、これもうちょっと午後もちょっと詰めていきたいなと思ってるんですけどね。午後行けそうですか。いや、まあちょっとタイヤがねニューじゃなくなるんで、そこがちょっとあれですけど、あのまたそこは来年に、55秒は来年取っとこうかなと。来年も出てくれるんですか。多分出るんじゃないかな。絶対出てください。はい、頑張ります。じゃあ午後も期待してます。はい、ありがとうございます。